オープンアクセス学術出版協会とは、オープンアクセスを推進したりそれぞれの分野におけるベストプラクティスを確立することを目的とする業界団体である。大手オープンアクセス出版社や学会、大学系といった独立系やハイブリッドオープンアクセス出版社と共に活動している。もっぱらオープンアクセスジャーナルを主眼として立ち上げられたが、現在は書籍を オープンアクセス出版するなど活動を拡大している。オスパの役目は全ての科学、技術、学術分野で世界中のオープンアクセス出版社の権利をサポートし代理することと一般向けにゴールドオープンアクセスを衝動することである。学術的文脈で オープンアクセス出版するときの問題に関して、専門的な意見交換をするフォーラムを提供したり、標準化の活動やアウトリーチ、識別に従事したり、オープンアクセスによる学術的コミュニケーションのベストプラクティスを推進したり、有望なビジネスや出版モデルの継続的な発展をサポートしたりしている。オープンアクセス運動の盛り上がりにより、 オープンアクセス出版社間の相互作用が強化され、多くの取引、科学カンファレンス、ワークショップや同様のイベントでやり取りするようになった。まだ、オープンアクセス出版と従来の出版や学術コミュニケーションに対するその独自性は、そのような集まりから見ればマイナーであるため専門的なフォーラムの必要性をもたらした。2008年0 20月14日にロンドンにて、 ウェルカムトラスト主催によるオープンアクセスデイのセレブレーションにて OSPA は立ち上げられた。OSPA は学術オープンアクセス出版を専門的に扱うコンファレンスオンオープンアクセススコラーリーパブリッシングを年1回開催している。このカンファレンスではビジネスモデル、出版プラットフォーム、作読方法、流通経路といったオープンアクセス出版に関する全領域を 扱っている。また、出版社にクリエイティブコモンズライセンス特にクリエイティブコモンズ表示ライセンスの使用を奨励している。このライセンスは、オープンナレッジ財団によるオープンの定義にほぼ沿っている。さらに、ノーベル賞を受賞した、学術著作物に自由にアクセスできるような、ゴールドオープンアクセスにも携わっている。OSPA 会員は4種類ある OSPA の オープンアクセス出版のための品質の印という事故、宣言型役割に対する批判があり、オスパは会員に向けて独自基準を応用している可能性があるという。グリーンオープンアクセスとゴールドオープンアクセスの優劣に関する現在進行中のディベートにてオスパは、グリーンオープンアクセスを犠牲にしてでも、ゴールドオープンアクセスを推進しているために批判を展開している。 ありがとうございます。